アイテム番号 SCP-428JP。 オブジェクトクラス、セーフ、ユークリッド。特別収容プロトコル SCP-428JP は英国王立魔法院の協力のもと、財団と共同で収容されています。事故による破損を防ぐため、オブジェクトは発泡緩衝材で保護してください。SCP-428JP の現在の収容場所は秘匿されており、担当職員のみに収容場所が開示されています。SCP-428JP、A が発見された場合、初期段階であれば可能な限り隠蔽してください。すでに広くルフされていた場合、状況に応じたカバーストーリーで拡散を抑えるよう努めてください。説明、SCP-428JP は女性をかたどった胸像です。一般的な石膏で形成されており、材質に不審な点はありません。英国王立魔法院により13体が保管されていましたが、現在までに劣化や事故で10体が失われています。SCP-428JP が破壊された場合、それまで人類が実現不可能だった技術、SCP-428JP-A が突然実現可能になります。SCP-428JP-A が発見される地域は不定であり、事前に発生場所を予測し隠蔽することは極めて困難です。当初 SCP-428JP は、魔女が作成した儀式用の像として、英国王立魔法院管轄の収蔵館保管室へ収められていましたが、SCP-428JP-7 が自壊した翌日にイギリス国内で SCP-428JP-A を発見。その後財団により、県の関連インシデントが調査され、SCP-428JP と SCP-428JP-A の関連性が明らかになりました。すべての SCP-428JP-A は過去のものまですべてカバーストーリーで隠蔽されています。ほい。発見された SCP-428JP-A 一覧。年代、1700。年、SCP-428JP-A の概要、第一種永久期間、発見場所、ドイツ、ドラッシュビッツ。年代、1700、年、SCP-428JP-A の概要、の地間、発見場所、アメリカ、デラワヤ州。年代、1800、年、SCP-428JP-A の概要、方向への、の圧縮、発見場所、ベネズエラ、シウダボリーバル。年代、1800、年、SCP-428JP-A の概要、高速度の制御、発見場所。年代、1900、年、SCP-428JP-A の概要、データ削除済み、発見場所、データ削除済み。年代、1900、年、SCP-428JP-A の概要、粒子の発見と生成、発見場所、スイス、ジュネーブ。年代、1900、年、SCP-428JP-A の概要、個人蛍光容器での常温核融合、発見場所、イギリス、ライムレジス。年代、1900、年、SCP-428JP-A A の概要、統一言語、南極、ソフィア大学避難所、発見場所。年代、2000、年、SCP-428JP-A の概要、データ削除済み、発見場所、データ削除済み。年代、2000、年、SCP-428JP-A の概要、エントロピーの逆転、発見場所、日本。ほい。SCP-428JP の点検中。SCP-428JP-11 に小さな亀裂を発見しました。現在修復作業について検討されています。並びに、オブジェクトクラスが政府からユークリッドへ再分類されました。
ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんです。